行こうか。任せてよ。頑張ろうね。行こうぜ。お疲れ。なんとか越せたな。怪我はないか。うわ、気を引き締めていくぞ。そう言ってもらえると嬉しいよ。一つのミスが大きな罪。まさか。嬉しいな。やられたか。イベント大会の参加登録が混んでて参っちゃった。ちゃんとログインできたみたいね。待った？幼馴染とはいえアバターだから外見違うのによくわかったわね。ここでの名前はクレハよ。よろしくね。もちろん私もすぐに分かったわよ。あんたの雰囲気昔と全く変わらないんだもの。どんな雰囲気かって、人付き合いがめんどくさいとか言っている割にはおひたしな感じかな。突然呼び出したのに、初めての VRMMO に来てくれるレベルの。だから、ありがとうね。さあ、行くわよ。大会が始まるわ。そういえば、DGO どころか VRMMO は初めてなんでしょ？私がいろいろと教えてあげるね。
数年前に完全な仮想現実が実現したのは知ってるよね。一人の若き天才、茅場明彦が生み出した夢の新世代ゲームハード、ナートギア。そして VRMMO、仮想大規模ラインゲーム、ソードアートオンライン、略して SAO。多くのゲーマーは SAO をやりたがっていたけど、あんたは MMORPG には興味なかったんだよね。でもそれは正解だったと思う。正式サービス開始日に茅場明彦はプレイヤー約1万人を SAO に閉じ込めて、 HP がゼロになればプレイヤーの命が奪われるデスゲームを始めたのだから。プレイヤーたちは協力して全100層からなるアインクラッドを攻略し現実世界に帰還したけど、犠牲者の数も数千人と聞いているわ。 SAO 事件の影響は大きかったけど、 VR ゲームの火が消えることはなかった。安全性を確保されたナーブギアの後継機、アミスフィアのおかげね。妖精たちが空を舞う ALO、 アルブヘイムオンライン。SAO サーバーを元に立ち上がった新たなゲーム、ソードアートオリジン、通称オリジン。そして何者かによって VRMMO 開発支援パッケージ、ザ・シードが無償配布されたのをきっかけに、さらにたくさんの VR ゲームが生まれているわ。ここガンゲイルオンライン GTO もその一つよ。簡単に言えば銃の世界ね。かなり強いプレイヤーが集めているわ。ゲームコイン連日還元システムを採用しているから、プロとして稼いでいる人たちがいるの。難易度は結構高い方よ。まああまり堅苦しく考えなくていいから。今 GGO は大型アップデートが実施されて大盛り上がりなの。あんたに使ってほしいのはそのイベント大会。すっごいレアアイテムがフィールドに隠されているんだって。そういうこと。もちろんお礼はちゃんとするわよ。プライスレスな方向で。
それに初心者でもあんならいい線いくんじゃない？あんたのゲームセンスは信用できるわ。頑張って私のためにお宝ゲットしてね。期待しているわ。いつきさんだ。あの人も大会に参加するのかな。そんな不思議そうな顔しないでよ。あそこにいる人。もうどこに注目してんのよ。まあ確かにかっこいいし、ファンの子も結構いるみたいだけど。あの人は DGO トッププレイヤーの一人、いつきさん。彼が率いるスコードロン、アルファルドは強くて有名よ。スコードロンっていわゆるギルドみたいなものね。いや、君たちも大会に参加するの？はい。クレハ君だよね。噂は聞いているよ。え？あちこちスコードロンを渡り歩いているんだろ。クレバーな戦況分析が頼りになるって評判いいよね。ありがとうございます。そこの君は初期装備みたいだけど、もしかしてニュービー？幼馴染なんです。ゲームめちゃくちゃうまいけど、 GGO にログインしたのは今日が初めてだから。初日から大会に参加するなんて冒険好きだね。そういうの嫌いじゃないな。はじめまして、僕は樹。銃の戦いはレベルやステータスだけが強さではない。面白い戦いを期待しているよ。ではお先に失礼。いつきさんはすごいけど、私だってもう少しでトップ入りの腕前なんだから、そう簡単に負けないわ。準備はいい？ OK ならそこの転送ゲートに入って。大
会の会場となるダンジョンに転送されるわ。一応戦闘の基本を教えておくわね。大丈夫、あんただってすぐに慣れるわよ。せっかくだし、ダッシュやジャンプも試してみて。リアルよりずっと体が軽くてびっくりするから。視線に違和感がないか周囲を見渡してみて。もし違和感があったらオプションで設定を変更ね。ここで待ってからゆっくり調整してていいわよ。武器の収納と切り替えは基本中の基本。じゃあ何回か練習してみて。当てる。やるじゃない。ちょうどいいところにエミンがいるわね。とりあえず実践ね。倒してみて。
を使ってくれ。いいじゃない。このボックスはバレットボックス。ここで弾薬を補給するから覚えておいてね。いい感じね。行くわよ。GGO の特徴的なシステムの一つにバレットラインっていうものがあるんだけど、これは実際に見てもらった方がいいかも。エネミーと戦って実際に体験してみて。発見。倒した。いい感じ。これで終わりだ。トレジャーボックスだ。トレジャーボックスってトラップが仕掛けられてるのもあるのよね。これは安全そうだし、それじゃあ階段を上がって先に進みましょう。そこね。パーティーメンバー全員がやられちゃったらゲームオーバーだから、やられる前にやってやるのが基本。あとは戦闘になります。発見。プレイヤーはエネミーと違って強敵だから気をつけてね。あんたの武器だったら走りながら撃つのがおすすめかな。相手の弾が当たりづらくなるから走ることがかなり重要よ。その手甘い。あの扉、いかにもって感じよね。せっかくだし、開けてみたらどう？ダンジョン内には、いろんな義務、よく注意して行動した方がいいわよ。あたしが教えられるのは、これくらいかな。うん？ GGO の基本的な戦闘は大体わかったしょ？あとは実戦で。自分に合ったスタイルを見つけていけばいいわ。さあ、これからはあちこち探索してレアアイテムを手に入れるわよ。あれ、君たちは。隙を見て逃げるわよ。
さんの仲間ならそう手だれのはず。こちらが無理すぎるわ。もしかして逃げる相談をしてる？正しい判断だとは思うけど、背中向けたら撃っちゃうよ。クレハ君はともかく、ニュービーの君は一発で死ぬんじゃないかな。正解と言いたいところだけど、結果が決まっている勝負ほどつまらないもの。君たちも警戒が足りないよ。どうせなら待ち伏せの一つでも仕掛けてくればよかったのに。実に退屈極まりない。玉も無駄も避けたいしな。だから見逃すとでも言うんですか？まさか。ここは GGO で、今は戦いの時だよ。そうだもん。僕に殺されるのと、あっちのエネミーに殺されるの、どっちがいい？この奥に少し面倒くさそうなエネミーが配置されている。もしかしたらトラップが仕掛けられているかもしれない。だけどあれを倒さないと先に進めなそうなんだ。君たちが突っ込んでもちろん倒してくれたらお礼に見逃してあげるよ。どうする？悔しいけど今の私たち五木さんには勝てないわ。いいね、冷静な判断だ。分かったわ。五木さん、私たちはエネミーと戦ってエネミーを倒した後は。分かってる。僕は嘘はつくけど約束は破らない主義なんだ。君たちに銃を向けはしない。おとなしく観戦させてもらうよ。約束は守るよ。この先道が二つに分かれるから、まず五木さんたちが先に進んでくる。私たちは別の道を選びますから。
実は僕、不自由が全くなくてね。この前も無冠の女王にレアアイテムを持っていかれたばかりなんだ。だから君たちが先に選ぶといい。大丈夫？後ろから撃ったりしないから。わかりました。あんたが好きな方を選んでいいわ。言ってよかったわ。いつきさんは人気者だけど、やっぱり GGO のプレイヤーね。みんな戦闘となると容赦ないから気をつけないと。今回の目的はレアアイテム狙いなんだから、強敵との戦いはなるべく避けるわよ。ほら見て、大体こういう装置を操作すると何かしら先に進めたりするのよ。こんな風に。あれ？落ち着いて！ワープゲートよ！すぐに追いかけるから動かないで！プレイヤー認証、マスター登録開始。ユーザー名、登録完了。
大丈夫だはずな。問題ない。マスター。な、ちょっと待ちなさい。あなたこそ銃を下ろして。いつの間に背後を。話を聞いてくれ。俺たちはもう戦うつもりはない。残念だけど間に合わなかったからな。間に合わなかった？何を言っているの。すでにそこのアバシスはマスターと認めたようだし。この子がレアアイテム。なあ、正確にはこの前の大型アップデートで実装されたプレイヤーサポート AI アバシスだよ。レアすぎて情報がほとんど出てなくってさ。なあ、この大会がゲットできるチャンスだと思ったんだけどな。残念だったね、キリト君。またコツコツと高難易度エネミーを倒してドロップを狙おうよ。キリト、1ヶ月で GGO トップランカーにのし上がったという貢献使いのあのキリトさん。キリトでいいよ。こっちはアスナ。別のゲームでは閃光とかバーサクヒーラーとか。キリト君、もう余計なことまで言わないで。悪い悪い、仲間のアスナだ。名前はランキングで何度も見ているわ。こんな有名人まで狙っていたなんて。アバシス、私があなたのマスターよ。私はアファシステムタイプ X A29000。 マスター登録はすでに完了しています。この人が私のマスターです。現在、メインシステムを 50% まで起動中。しばらくお待ちください。え？そうだ！やっぱりな。だから倒しても無駄だと思ったんだ。よくわかったね、キリト君。アファシス、マスターと呼んでいたからさ。それに、いや、なんでもない。ん？ちょっと、なんで勝手にマスター登録しちゃったの？あんたのものは私のものでしょ？
暇なんだぞ。ああ、ああ、よし、あんたのものは私のもの。だからあんたのアファシスも私のもの。そういうことにしてあげるわ。あんたにもさっき迷惑かかっちゃったしね。クレハはマサーの上位者。認識しました。よろしくお願いします。じゃあ俺たちはこれで。まだ茶は残っているし、せっかくだから優勝くらいはしとかないとな。商品も豪華らしいよ、キリト君。ユイちゃんが喜ぶものがあればいいんだけど。私、絶対にトッププレイヤーになるんで、置いていてください。それと、次会った時は遠慮なく打ってください。ここは DGO なんですから。ナイスガッツ、クレハ。じゃあ、どこかのフィールドであったら、遠慮なく狙わせて。それと、君。いい名前だな。一つ聞きたいんだけど、君はなんであの時。なるほど、そうだよな。こういうものの理屈なんて後付けにしかならないかもな。うん、君とは気が合いそうだ。また後で会えるといいな。またね、アガシスちゃんも。バイバイ。システム起動。90、100、システムチェック、オールグリーン。起動完了しました。